さん、こんにちは。あなたのベストヘアドレッサー、リューヘアアーティストです。いやーい、サラがブロンドになったよ。はい、今日はこのブロンドヘアをこの前ニューヨークに行って入手したクシャのパラバーナのカラー剤で、まあこのローズゴールドといった色味ですね。はい、でこのブランドは、まあ、前回の、話題になってた色が変化するカラーとしても、まあ、このブランドとして出してるので、まあ、かなり色味はすごく綺麗だと思います。あとローズゴールド自体という色味も、まあ、日本ね全然効かない発色ではあるから、なんで今日このブロンドヘアをツヤツヤなローズゴールドにしていきます。楽しみだ。よろしく。はい、じゃあ早速ね、今日の使うこちらのローズゴールド というカラー剤を混ぜていきます。まあ、このブランド、まあ、その問屋で買った時もチャートもないって言って、で、デジタルのチャートしかない、探してたんだけどそれも見つからないから、もう本当に発色が謎です。はい、これは、デミパーマネントだね。デミパーマネントのデミ、うん、まあ、え？すごいね。大丈夫？赤？大丈夫って。大丈夫？ローズゴールドだからこれ。でもこれアルカリって言われたんだけどね。これアルカリっぽくはないね。ダイレクトダイヘアカラー。死ぬよ。これ。アルカリなのかな、謎だよね。酸性どう思う？いや、色味的にはバリバリ酸性だけどさ。バリバリ酸性だよね。でも店員にアルカリ2剤と混ぜた方がいいって言われたの。結構謎だよね。何体だって書いてないよ。書いてないよね。あ、中の説明書見てって言われた。でも結構なんか馴染む、なんだろうね。英語やあ、大丈夫、俺読めるか。なんかすごいあれみたい、なんかあのグランベリーなんちゃら、グランベリー、グランベリーみたいな感じ。中の説明書ちょっと見てみよう。面白いね。赤かな。赤じゃないじゃん、ローズゴールド。でも良さそうよ。あー、 Do not mix with developer for best result of vivid color。 なるほど、これはそのまま使うやつです。え、混ぜない？ Do not mix developer という、で、テン適当やん。ミックスして、でもどう見てもこれそうだよね。まあ基本ね、あのアルカリだと多分白くなっちゃうん。でもこれはもう色出てるから、じゃあこのまま塗ります。全部出さなきゃいけない。ああ、全部いる。あ、いるね。まあ一応たっぷりとサナの髪の毛にドバ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 ローズゴールド、ローズゴールドの発色が超楽しみだ。はい、ってことでまずはこのね、中間と毛先というか根元からワンタッチで塗っていきます。はい、ということでですね、じゃあこういう感じで、もう今普通に触って、まあ、毛のまでトリートメントきちっとされた状態だから、まあベースも整えてるの。だからもうこのまま塗っちゃう。じゃあどんな発色するのかなっていうのをね、しっかりと。なんかこのなんだ、塩基性か酸性、塩基性かなの発色がめちゃくちゃ楽しみ。こんな出方の体初めて見た。じゃあまずはもうワンタッチでこうやって取って、
塗っていく。あ、薄いね。これ塗ったら結構薄い。色がなんかすごい。なんかこういうフルーツあるよね。ベリー。なんかベリー系の、ベリーベリースムージーみたいな、そういう色合いで、もう良さそう色が。でも薄い。結構薄いから。香料がガンガン効いた感じ。徐々に香りからセレブになるみたいな。うーん、うん、ニューヨーク。うん、ニューヨーク。でもアメリカはやっぱいろんなカラー剤があるから面白い。すごい綺麗な。うん、ね、いいね、うん、いい感じだわ。ブロンドとこのローズゴールドがミックスしてる感じ、ローズゴールド。ローズゴールド。わーお。わーお。ビューティフォー。見せてみんなにこの色。うん、綺麗。シングルプロセスだけど、まあ、しっかりとね、こう色がね、すごい綺麗に発色してます。まあビフォーがもう結構すごいブロンドな感じなので、もうこのまま、まあ、ブリーチせずにでも本当に色が綺麗に入ります。なのでブロンドベースの髪の毛は、まあ、どんなちょっとあのパステルカラーでも綺麗に入ります。まあ、今日のこのカラーでかなり薄いんだけど、まあ、20分放置でしっかりとこのような色がしっかりと発色を、できているので、またサラの写真とかもインスタグラムにぜひチェックしてみてくださいね皆さん。はい、じゃあまた次のビデオもね楽しみにしててね。バーイ。バーイ。